進撃の巨人の面白いところはですねこの地理的なところだと僕は思うんですねこれはあの、えー、っと確かね一巻に出てきたです、ね、図なんですけども、えー、地理で状況を簡単に説明すると人類というのはこの三重の壁の中に住んでる一番外側の壁内側の壁最後の一番内側の壁 この真ん中のあたりに王都と呼ばれる王様が住んでいる大都市があるんですけども、えー、壁のサイズがですねとにかくめちゃくちゃでかいんですよ。えっ、ー、とですねアニメ版のです、ね「進撃の巨人で」で、まあ、一応設定あのいろんなところに出てるんですけどもですね、あのー、一番中央の都市からですね一番内側の第3の壁ですねウォールシーナまでがあの半径2 5 0キロあるっていうふうに書いてあります。 半径が250キロです、す。この3番目の壁から2番目の壁ですね、えー、ウォール・ローゼまでが130キロ、かなりあります。で、一番外側の壁までは100キロ。つまり、この一番中心の町からですね、一番外側の壁までですね、半径でですね、480キロ。直径で言うと960キロなんですよ。かなりでかいんですね。あの、みんなですね、この印象で考えるんですよ。ここに図が描いてるから、この図が、 いわゆるあの、ちゃんと模式図だというふうに書いてるんですけども、なんとなくこれぐらいで考えてしまうし、中にはですね、この作者がですね、いわゆる概念図としてこういうのを書いてくれるわけですね。概念図こういうのを書いてくれるので、ほぼこのまんまのサイズっていうふうに思ってる人はかなりいるんですけども、実際は違います。で、そこでですね、えー、っと、どれぐらいのサイズなのか、実際の地図上に置いた,置いたらどれぐらいのサイズなのかっていうと、 例えばアメリカ合衆国にですね、この進撃の巨人の壁があったとしたら、一番広い壁がですね、ほぼですね、インディアナポリスからですね、えー、ダラスまでですね、つまりアメリカのですね、中央平原を丸々飲み込んでしまうような巨大な円だと思ってください。赤で書くかな。こんなでかいんですよ。アメリカ大陸の中央部がほぼ丸々入ってしまうぐらいの でかいんです。で、ヨーロッパに置いたらどれぐらいのサイズかっていうと、ヨーロッパに置いたらですね、フランスの大いえー、東部からですね、ポーランドの果てまでですね、これがもう全部入ってしまうような円なんです。だから完全な円形では無理なので、僕はこのスペインから大体これぐらいの壁だと考えた方がいいんじゃないかなと思ってます。これ何かって言うと、ほぼ、あのー、 古代ローマ帝国と同様のサイズぐらいだというふうに思ってください。えー、日本で言うとですね、どれぐらいかっていうとですね、あの、中心を東京に置いた場合ですね、一番内側のあの壁のシーナっていうやつが名古屋です。あの、西の果てが名古屋で、北に行くと新潟ぐらいまであります。かなりでかいです。で、その外のウォールローゼっていう2番目の壁が、大阪からですね、仙台まで。 すごいでかいですね。で、一番外側のマリアに至ってはですね、えー、東京からですね、半径で鳥取まであります。で、北の方はですね、秋田まであるというですね、もう日本がほぼすっぽり入ってしまう。さっきのあの、アメリカの地図でわかる通り、これあの、島って言ってるんですけども、違うんですね。ほぼ大陸なんですよ。オーストラリア大陸ぐらいの大陸でないと、こんな巨大な壁できないんですね。で、この壁のですね、でかさっていうのをよくわかってないと、 進撃の巨人っていうのがですね、ちょっと面白さがなかなか分かりにくいんですよ。なんとなくね、僕らはさっきも話したようにですね、この模式図で考えちゃうんですよ。で、この模式図で頭の中に入ってるとですね、あの、東京都のサイズぐらいっていうふうに考えちゃうんですね。東京都のサイズぐらいで、まあなんか、あの、一番内側のこのウォールシーナっていうのは山手線の内側ぐらいかなっていうふうに考えてる人は絶対多いと思うんですね。で、この端っこの方の出ている、いわゆるなんとかくって言われる やつっていや。まあなんかあの吉祥寺ぐらいだろうとかですね。荻窪ぐらいだろうとかですね。まあ,あの新宿のなんか公園ぐらいじゃないの？っていう風うに思ってる人すごく多いと思うんです。いや僕もね。本当に、ね、それぐらいまで。 きっっちり調べるまでで思ててたんですけど、とてつもなくでかいんですね。あのさっき言ったカンザスからアトランタぐらいまでアメリカでいうとあるぐらい中央平原がほぼ入っちゃうぐらいなんですけどもじゃあこの壁の上にからですね見るとどれぐらい遠くが見えるのかっていうとあの簡単なですね計算方法があってもあのグーグルとかでですね高さ見える範囲とかでやったらですねこういうのが出てくるんですねで高さ 50m に設定するとどこまで遠く見えるのかっていうと 26.7m。26. つまり2 7キロまで見えるわけです。ということは一番狭い間隔の,です、ね、あのウォール・マリアからウォール・ローゼまでも1 0 0キロだからこの世界でかなり高い5 0メートルの壁のてっぺんに立ってもですね 全く地平線の向こうに壁見えないわけですね。それぐらい広いんですよ。<coughs> あのなのでですねあの、壁のてっぺんに登ってもですね、壁、向こうは見えないし、おそらくですね、その壁の丸みもですね、なんとかわかるかどうかというギリギリだと思います。一番外側の壁なんかはですね、ほぼ直線で 地平線の端っこがちょっと内側に曲がってるというような感じじゃないかなと思います。で、この巨大なですね、面積の中に、にですね、さっきも言ったですね、日本の本州がほぼ 入ってしまうぐらいのこの巨大な中に125万人ですね。えー、江戸時代の人口よりは少ないぐらいの人間が住んでるわけです。で、こんなに広大な世界だからこそですね、だから壁の中の人たちは外に世界がないというふうに思ってたんですね。外に、外には人類がいないと言われて、なんで信じれたのか、なんで外の世界に興味を持たずに、エレンとアルミンが生きられるかっかっていうと、実はこれものすごくでかいからなんです。ものすごくでかいし、中にちゃんと湖もあるし、 ですね。なんかあの生態系も全部一通り揃ってるんでですね。外側に行かなくても十分幸せに暮らしていけたわけですね。この内部だけで生きていくにもですね。十分以上の面積がある。